お買い上げありがとうございます。ああ、ありがとうございました。あのさ、あんたその手どうにかなんないの？え？どうにか？そうよ、あんたみたいなおもちゃの手で作られたパン食べたい人がいると思うの？というか、私が客だったらこんな手のやつが店にいたら即刻で回り右するわ。そんなこと言われても。一緒に働くのも正直嫌なんだから。ここはね、あんたなんかが働く場所じゃないのよ。障害者は障害者らしく家で引きこもってればいいのに、なんで家から出てきて、しかもここで働くかな。ごめんなさい。あのさ、謝ればいいってもんじゃないのよ。ああ、でも今日だけは許してあげようかな。その代わりこの後ずっと一人で店番やって。私パチ屋に行ってくるから。え？じゃあ任せたわよ。わかりました。はあ、私は花子、16歳。私は天涯孤独の身。その理由は、私に左腕がない理由にも関わってくる。実は昨年、お父さんとお母さんとドライブ中に事故に遭い、私は左腕と両親を失ったんだ。そして今、近所のパン屋さんで下宿させてもらいながら生活している。実家がパン屋だったから、幼い頃からパン作りを教わっていて、それをアピールして何とか雇ってもらえた。そんな私はこのパン屋で働いて長いパートのミクさんにかなり嫌われている。ミクさんと店長は仲良しだし、これ以上嫌われたらここを追い出されてしまうかもしれない。はあ、どうしたものか。あれ、さっきパン買ったお客さんが帰ってきた。食べかけのパンを片手に持ってる。どうしたんだろう。もしかしてクレームとか。おい。はい。このパンを作ったシェフを呼んでもらおうか。シェフ？ジャムかバタコか、誰だこれを作ったのは。こんなパン、それほどの腕前がないと作れないはず。いや、私ですけど。あ、お前が？そうか、お前が。お前がこれを作ったとは、その腕を見込んで頼みがある。頼みですか？人を貶めるのを手伝ってほしいんだ。人を貶める？ああ、そうだ。このパンがあれば絶対に貶めることができる。あいつを。私のパンがまずすぎるから罰ゲームに使えるってことかな。今から来てくれないか？無理ですよ、今仕事中ですし。そうか、なら手伝う。仕事が終わればすぐに行けるだろう。え、でもこのパンを売り切らなきゃですし、店の片付けもしなきゃですから。私を誰だと思ってるんだ。存じ上げませんが。アミさんだぞ。要するに客を貶めればいいってことだよな。そんなの朝飯前さ。私は普段息を吸うように人を貶めているのだから。いや、お客さん貶めちゃダメですって。うわぁ、とんでもない人と関わっちゃったな。こういう人をドキュンって言うんだろうな。よし、じゃあ働くとするか。いや、だから。その後何度も帰るよう促したが、アミさんは帰ってくれなかった。だけど。よーし、完売だ。すごい、本当に全部売り切れた。こんなの私が働き始めてから初めて。よし、じゃあ今からって。さすがにこの時間から貶めるのは遅いか。明日はどうだ？明日は定休日です。ならちょうどいい。うちに来い。え？約束だからな。ほら、これが私の LINE ID だ。後で連絡して来い。じゃあな。これ連絡しないといけない雰囲気だよね。でも思ったより怖い人じゃないのかな。ただいま。ああ、お帰りなさい。あれ、ミクさんは帰ったのか？はい。そうか、せっかくミクさんにお土産を買ってきたのに。というか、パンは全部売り切れました。全部だとすごいじゃないか。いやー、いつの間にかうちの店はそんな人気店になったんだ。俺の日頃の行いかな。アミさんのおかげだということは黙っておこう。部外者に働かせていたことがバレたら怒られるかもだし。ああ、でもこれじゃお前の晩御飯がねえじゃん。ああ、なんかあったかな。ああ、おい、これ今日の晩飯兼給料な。ありがとうございます。じゃあ明後日の準備もよろしくな。俺は飲みに行ってくるわ。今日のご飯はカップラーメンか。いつもはお店の売れ残りのパンが朝昼晩の私の食事。お給料は出ないけど、こうして住まわせてもらってご飯ももらえる。贅沢は言えないよね。ここで雇ってもらえなかったら、今頃私飢え死にしてたかもだし。そして翌日、私はアミさんの家に伺った。よし、来たな。上がってくれ。お邪魔します。ああ、この子が例のパン屋さんすか？ああ、可愛らしいですね。この方たちは。この椿が今日私たちが貶める対象だ。
まだそんなこと言ってるんすか？はい、私が椿です。椿はあのスカット財閥の令嬢、しかも成績優秀で習い事を多く行い多才でもある。そして容姿端麗、ムカつくだろ。だから私は貶めてやるんだ。本人の前で何を？ああ、赤い頭のススはグリコのおまけみたいなもんだから気にすんな。おまけじゃないし、小春っす。そうだ、まだお前の名前を聞いてなかったな。私は花子です。よし、じゃあ頼む。椿を貶められるパンを作ってくれ。機材は用意した。え、作るんですか？ダメか？あ、いや。ありがとう花子。そして私はパンを作ることに。途中アミさんも椿さんも小春さんも手伝ってくれた。いや、何してるのこれ。できた。やった。いやー、いい感じっす。花子、ありがとうね。いえ。じゃあ椿、食べてみろ。はい。手が止まらないようだな。花子のパンは最低なんだ。どんどん食べたくなってしまう。どんどん食べろよ、どんどん。おかしい。アミがこんな風に椿さんを単純に喜ばせるわけがない。ああ、もしかして気づいたか、小春。まさか椿さんを太らそうとしてるっすか？お見事、大正解だ。うわ、椿さん止まるっす。パンはカロリー高いんすから。私としたことが。最近ダイエットを始めたばかりですのに。毎日パンを食べているであろうバタコはスリムな体型。つまりパンはカロリーゼロなんだよ。なるほど。じゃあ心置きなく食せますね。そんなわけないじゃないっすか。きっとバタコは和食派っす。ジャムのおじさんを思い出してくださいっす。まんまるじゃないっすか。遅い遅いわ。もう椿は止まらん。こうなったら私がたくさん食べて椿さんの量を減らすしか。う、美味しいっす。ほんほんほん。さてと、私も毒味するかな。嘘だろ。出来たてだからか昨日よりさらにうまい。ほんほん。私は何を見せられてるんだろう。そして30分後。いやー、食った食った。美味しかったっすね。ごちそうさまでした。はあ。どうだ花子、初めて貶めてみた感想は？いや、貶めるって気持ちいいだろ。心地いいだろ。そうなんだよ、病みつきになっちゃうんだよな。本当に何を言ってるんだろうか。でも貶める気持ちよさ、少し分かったかも。あんな風に美味しい美味しいって言って食べてもらえるとこっちまで幸せになる。さてと、これを。はい、受け取ってくれっす。あ、お金？お金なんて受け取れませんよ。何言ってるんだ。私はプロに貶めるのを頼んだんだ。その仕事の対価にお金を渡すのは当たり前だ。そうですよ、こんな美味しいものを食べさせてもらってお金を払わないわけにはいきません。そうっすよ。いや、今回は受け取ってくれ。本当にお前のことを尊敬しているからこそ払いたいんだ。わかりました。そして私はお金を受け取った。これが私がパンを売って初めて自分がもらったお金。なんだか嬉しいな。自分の仕事が認められて、今まで店長やミクさんにはお前の技術で給料なんてまだ早いって言われて、給料なんてもらえなかったから。その日の夜。おーい、どうしましたか？このテーブルにある金どうしたんだ？あ、それは友達にもらって、友達の家でパンを作ったお代にって。ああ、そう。じゃあこれもらっとくわ。え？当たり前だろ、お前の世話代でいろいろかかってんだよ。よーし、この金でちょっくら飲みにでも行ってくるかな。ちょっと待ってください。はあ、持ってかれちゃった。お父さんとお母さんのお墓参りに行ってお花を供えたかったのにな。やっぱり私がお金を持つなんてまだ早いのかな。まあそうだよね、多分アミさんたちだってお世辞で美味しいって言ってくれたんだろうし、もっと頑張らないと。そんなある日のこと。ああ、ムカつく。え？いい加減ムカつくのよ。なんなのあんた、いつまでそんなふざけたものつけてんのよ。見てるだけでイライラすんの。外しなさいよ。いや、これは。ねえ店長、こいついい加減クビにして。なんでこんなの雇ってんの？いやー、だってさ、人件費かからないじゃん。それにこいつ意外と筋がいいから俺が働かなくて済むし。私だけいれば十分でしょ。そしてあなたが働けばいい話。これ以上この子をここで働かせるって言うなら私この店辞めてやるから。わかった、わかったよ。
ということで申し訳ないけど、うちから出てってくれ。そこの段ボールやるから、全部荷物まとめてな。そんな、待ってください。私、もっと頑張りますから。お願い、お願いです。見苦しいわよ、あんた。ほら、そのおもちゃ貸しなさい。え？何するんですか？店の評判落ちるからやめてさっさと出ていけ。返してください。私の腕。こんなもん、こうしてやる。おいおい、やりすぎじゃねえの？私の義手は、地面に叩きつけられて折れてしまった。このゴミ持って行きなさいよ。あんたの荷物も段ボールに詰めてあげる。ああ、明日から不快な思いをしないと思うと気持ちいいわ。もうこれ以上ひどいことされる前に出て行けよ。ほら、1000円やるからよ。こうして、私は店を追い出されてしまった。これから、どうやって生きていこう。もう、私の居場所はこの世にないのかも。お父さんとお母さんの元に行くしかないかな。はあ、あ？何してるんだ、花子。アミさんたち、なんで泣いてるんですか？それに、義手が。何があったんすか？もしかして、私たちが最近パン屋に行かなかったからか。それには、理由があるんだ。椿を貶めるつもりが、お前のパンが悪魔的な美味しさで、食べ過ぎた結果、三人とも太ってしまったんだよ。お恥ずかしい限りです。そうなんすよ。決して花子のパンに飽きたとかじゃないっすよ。花子のことが嫌いとかでもないっす。そうだぞ。現にこうやって今日は久しぶりに花子のパンを買いに来たんだ。もう私はパンを作れません。パンを作れないだと？はい、実は私はアミさんたちに追い出されてしまったことを話した。あははは。アミさん、久しぶりに貶めがいのある奴が現れたな。私たちの本気を見せてやるよ。ええ、許せませんね。絶対に許さないっす。三人とも私のために怒ってくれてる。どうして？その一週間後。最近暇ね。ああ、本当だよな。ちょっとこのままじゃまずいかもしんねえぞ。なんでこんなに客が来なくなったんだ？あいつが辞めたからか？そんなわけないでしょ？じゃあどうしてだ？ああ、いらっしゃいませ。ん？ああ、間違えた。そうだよ、この店じゃないよ。おかしいと思った。並ばないで入れんだもん。え？何あれ？なんか違う店に行く雰囲気だったよな。ちょっとついてってみるか。そうね。おお、なんだこの行列。パン屋？こんなところにパン屋なんかなかったわよね。ああ、そのはずだ。ちょっと入ってみましょう。おお。いらっしゃいませ。は？あんたは？なんで花子がここに？ああ、来てくださったんですか。どういうことだ？見てわかりませんか？ここでお店を始めたんです。お前の店ってことか？はい。あの後、アミさんと小春さんで空き店舗を探してくれた。そして椿さんがお店を借りてくれて、新しい義手まで用意してくれたんだ。ああ、お前らか。ああ、いつかはいらっしゃると思ってましたよ。かわいそうに、あっちのお店はかんこ鳥が鳴いてるみたいじゃないですか。まあ自業自得っすけど。おかしい、おかしいわよ。なんでこいつごときのパンでこんなに人が。こんな腕の化け物なのに。化け物？私にはあんたらの方が化け物にしか見えないけどな。な、何よ？おい、このパン食ってみろよ。本当は食わせたくないけどな。お前らに花子を認めさせてやりたいからな。パンを食べないわよ。いいから食え。お、うまい。な、何これ、美味しすぎる。うちにいた時は手を抜いていたって言うの？違うっすよ。椿さんが最新の義手を用意したっす。つまりこれが本来の花子さんの力です。聞けば花子さんのご実家も美味しくて評判なパン屋だったそうですよ。そんな。おい花子、店に戻ってきてくれよ。そうね、認めてあげていいわ。これだけ客を呼べるなら儲かりまくって海外旅行行き放題じゃない。戻りませんよ。はあ、恩をあだで返すのか。そうよ、恩をちゃんと返しなさいよ。恩？ただ働きさせられたり義手を折られた恩をですか？それは仕事の邪魔だから帰ってください。後でしっかり相手してあげますから。ただ働きさせられたこと、義手を折られたことで刑事と民事で訴えるつもりですから。ちょっと待ちなさい。それだけはやめて。おい、話せばわかるって。いいからうせろ。お前らがいると花子のパンがまずくなる。なんでこんなことに。くそ。
そ。その後、ミクさんと店長は警察に捕まり、私へ慰謝料と給料を払うことに。しかも店長とミクさんはダブル不倫をしていたそうで、それがなぜかお互いのパートナーにバレて、今裁判の真っ最中だとか。それはアミさんの仕業らしいけど、怖くて何をしたかは詳しく聞いていない。この前店の前を通ったら店は潰れていた。そして店の前でカビタパンを泣きながら二人で食べてたよ。これからの人生お先真っ暗だろうな。皆さん、いろいろとありがとうございました。これ少ないですが謝礼金です。は？何言ってんだ。こういうのはしっかりしないと。受け取るわけないだろう。そうですよ。何言ってるすか。でもこの前私のパンにはお金払ってくれたじゃないですか。あの時は店員と客の関係だったからな。え、今は違うんですか。違うな。今は正式な椿落としめ隊の一員じゃないか。え、訳すと友達ってことっす。恥ずかしいからごまかしてるだけっすよ。友達。はい、私たち友達でしょ。違いますか。友達いいんですか。こんな腕の私と友達だなんて。当たり前だろ。お前に腕がなかろうが6本あろうが友達であることは変わんない。あ、やっと友達って言いましたね。今のは間違えたんだ。とにかくこれからもよろしくな、花子。はい。あの事故で私はいろいろなものを失ったけど、今日友達っていうかけがえのないものを手に入れることができた。そして私のパン、お父さんとお母さんに教えてもらったパンでこの人たちとつながり、お客さんを笑顔にできていることが本当に嬉しい。これからもこのパンでいろんな人とつながっていきたいな。お父さん、お母さん、私は今幸せだよ。パン作りを教えてくれてありがとう。父さん。お、なんだ、アミ来てたのか。いいんだぞ、お前も無理してこなくて。無理なんてしてない。ただ暇だから来てるだけだ。暇だからだなんてことないだろうに。お前は大学生、友達と遊んだり勉強したりやることはいっぱいあるだろう。母さんや拓也のようにお前はお前の人生を歩め。俺はお前に大したことしてやれてないんだから。だから言ったろう、暇なんだ。察しろ。友達もいないし、さして勉強したいこともない。だからここに来ているんだ。おう、見ろ父さん、今日はリンゴを上手に貶めることができたぞ。アミ、その貶めるってのをやめないか。私が生きている間は無理だろうな。う、そうか。私はアミ、この世のすべてを貶めんとするものだ。そんな私の父さんは余命3ヶ月、末期癌なんだ。正直、子供の頃は父さんのことが苦手だった。その理由は。おい、アミ、もっと勉強しろ。いい点数を取れ。こんなんじゃ全然ダメだ。ごめん。まったくアミはね。それに比べて弟の拓也はこんなに優秀なのに。アミは本当にダメダメだな。本当に誰に似たんだろう。うちの子じゃなかったりして。悔しいか。こんなこと言われて悔しいだろう。悔しかったらうちのこと認められるように頑張れ。頑張るしかないんだよ。わかった、勉強してくる。このように両親は出来のいい弟の拓也を溺愛していた。拓也は母さんの連れ子、私は父さんの連れ子だということもあり、家族の中で居場所がなかった。そして父さんが癌になると母さんと拓也は。なあ、話があるんだ。あ、どうしたんだ父さん。なあに深刻な顔をして。癌になったかもしれない。はい。明日から検査のために入院することになった。あら、そうなの。へえ、それ本当なのか。ああ。じゃあさ、看病はアミ、あなたがお願いね。ああ、アミ頼んだぞ。え、当たり前でしょ、あなたはこの人の実の子なんだから。そうそう、俺たちに父さんの面倒を見る義理はないっての。遺産だけはもらいたいから、死にそうになったら連絡してくれ。頼んだわよ。じゃあ拓也、私たちはそれまで別荘にでも行ってゆっくりしてましょ。そうだね母さん、
やっと遺産と会社が手に入る。いやー、これからは俺の時代だぜ。これからが楽しみね。ちょっと待て。あ、なんだよアミ。お前ら、父さんに恩はないのか。今まで父さんは家族を守るために必死に働いてきてくれただろう。は？何言ってんだよ。父さんはな、俺が社長になるまでのつなぎでしかないんだよ。え？そうそう、この人はそれしか価値がないの。この人がうちに婿入りしてきたのは私のお父さんの会社で、この子が一人前になるまでのつなぎの社長をさせるためなんだから。なんだそれは。ってことでアミ、よろしくな。お願いね。ああ、なるはやで天国に行くように工夫しといてね。貴様ら、待て。おい。いいんだアミ。父さん、今まで悪かったな。お前も俺の看病なんかせず、どこかへ行っていいんだぞ。お前は自由だ。いや、私は最後まで父さんを貶める。アミ、二人はこんな風に父さんを捨てて出て行ったんだよ。それから一ヶ月の月日が流れた。じゃあ父さん、また明日な。ああ、ありがとうなアミ。そして私が病室を出ると、おお、アミじゃねえか。なんだよ、本当に父さんの看病してんのかよ。けなげねえ。あんたなんかちっともあの人に愛されてなかったのに、やっぱり血のつながりって大事だったりするの？タクヤ、母さん、何しに来たんだ？何ってお見舞いに決まってるだろ。やっぱり父さんのことがちょっと心配になっちゃってな。そうそう、私たち心配になっちゃって。何がだ？父さんの体のことではないよな。癌かもしれないと聞いたとき、お前らはすぐに父さんを捨てて家を出たもんな。そこは、普通は体のこと心配してるんだと思うところでしょ？まあ正解だ。父さんの体のことなんかじゃないぜ。まあ何が心配かは言わねえけどな。まあとにかく三人で話したいから帰りなさい。ほら帰れ帰れ。その後私は何とか残ろうとしたが、二人に追い返されてしまった。一体二人は何が心配で来たって言うんだ。その数日後。なあ父さん、教えてくれよ。何をだ。母さんと拓也はあの日何を話したんだ。いや父さん、どうしても教えてくれないのか。話すような内容じゃないんだよ。本当にそうなのか。あれ以来父さんの元気がないような気がするんだ。気のせいだろ。それよりもう本当に来なくていいぞ。このままじゃ大学の単位もまずいだろ。だから大丈夫だと言っているだろ。俺はもうすぐ他界する。そんなのに構っていても仕方ないだろ。父さん、治ると信じるんだ。末期癌から奇跡的に助かった人もいる。まずは自分が信じることが大切だ。お前は本当に優しい子だよな。こんな俺にもそんなことを言ってくれるなんて。はあ？何を言っているんだ。私は優しくなんか。あ、父さん、枕がずれてるから直す。って、え？ん？枕元に何かある。これは盗聴器。なんでこんなものが。もしかして母さんと拓也が。お、どうしたアミ。そこで私は今から私の言う通りにしてほしいと紙に書き父さんに見せた。あいつらが何をしようとしてるかわからないが、ろくなことを考えてないはず。これを逆手にとって追い詰めてやる。絶対に貶めてやる。すると、大丈夫だよアミ。いや父さん。私は枕元に盗聴器があると書いて父さんに見せた。大丈夫、わかってるから。え？アミ、遺産の話なんだが。ちょっと待て父さん。だからすべてアミに譲ろうと思う。拓也と母さんには渡さない。何を言ってるんだ。もうすぐその段取りはつくから。ちょっと眠くなってきた。少し眠らせてもらうよ。あ、いや、父さん、おい、ちょっと。何を言ってるんだ父さん。遺産？そんなものいらない。それよりあんなこと言ったから拓也たちが逆上するかもしれない。
何してるんだ父さんは。拓也たちに聞かれてるんだぞ。そして翌日。おいおい、アミ、なんでずっと部屋にいるんだよ。なんでもだ。別にいいだろ。いや、ちょっと一人にしてくれよ。父さんだって少しは一人になりたいんだ。嫌だ。一人になんかするものか。いつ拓也たちが来るかわからないのだから。たく。ああ、サツキ屋のケーキがどうしても食べたくなってきた。サツキ屋のケーキ？ああ、死ぬ前に食べたいな。ウーバーで頼むよ。というか、あそこ宅配サービスやってた気がする。いや、娘に買ってきてもらったのが食べたい。は？父さんの最後の頼みになるかもなんだぞ。最後の頼みを聞いてくれないのか？う、やばい。そろそろお迎えが来る気がしてきた。ケーキ食べれば、もう少し生きられるかも。わかったよ、買ってくる。買ってくればいいんだろ。ああ、悪いな。さつき山では、ここから走って10分ほど。全力で行って、帰ってこよう。じゃあ、行ってくる。ああ、気をつけてな。ふう、やっと行ったか。よしっと、お邪魔虫は消えたようね。父さん。アミに遺産をすべて渡そうとしてるってどういうこと？母さん、タクヤ。実はね、父さん、盗聴器で全部聞いてたんだよ。この前のお見舞いの時に隙を見て仕掛けてたんだ。父さんがアミのこと嫌ってたけど、看病されて、情が移って、遺産を渡そうとしないか心配になってね。そしたらまさか、渡すどころか全部渡そうとしてるなんて。ありえない。私たちのことを裏切りやがって。で？どんな手を使って私たちに遺産を渡さないつもりなの？真っ当な手段では無理だよな。父さん、何をしようとしてるんだ？はは、そんなのお前らに言うわけないだろ。お前らに渡さないために取った手段なんだから。なんだと？言いなさい！いや、絶対に言わない。いいから言え、さもないと。なんだ、暴力でも振るう気か。どうせ死ぬんだもんな。余計なことされる前に事故に見せかけて。そうね、ベッドから転んで頭を打ってとか言えば。何をするつもりだ。何をするつもり？父さんとさよならをするんだよ。今までありがとうね、あなた。ちょっと待って、待ってくれ。お買い上げありがとうございました。ああ、あとこれとこれとこれもおまけでつけといてやるよ。うん、多いな。まあ、ありがとう。あ？なんか、嫌な予感がする。早く病院に戻った方がいいかもしれない。そして、私が全力で病院に戻ると、病院の外にはパトカーが。え？まさか、父さんの身に、何か。父さん、無事か？ああ、無事だよ。よかった。って、え？ちょっと、暴れないでください。離せ。なんなのよ、ちょっとやめてよ。これは。ああ、なんでもないんだ。さ、さつき屋のケーキを送れよ。楽しみにしてたんだからさ。ああ、いや、さつき屋のケーキ、別に、羨ましくなんか、ないんだからね。さあ、二人とも行きますよ。あなたたちを、殺人未遂の容疑で逮捕します。やっぱり娘に買ってきてもらったケーキは格別だな。おい、父さん、これは一体どういうことなんだ？ケーキを食べたら話すよ。ああ、そして。よし、ごちそうさま。いやー、うまかった。ね、何があったんだ？まず昨日のことから話そうか。昨日、遺産の話をしたのはわざとだったんだ。わざと？ああ、そうすればああやって、二人が来て逆上すると思ってな。で、あの盗聴器とは別に、もう一つ盗聴器をある人に用意してもらって、それを警察に聞いててもらったんだよ。ああ。俺を亡き者にしようとしたんだ。遺産の相続の権利はなくなるだろう。こうして警察も動いたんだから。これで晴れて、アミに遺産をすべて渡せるってわけさ。どういうことだ？父さんは、私のことが嫌いだったはずじゃ。嫌いなんかじゃないですよ。むしろ大好きだったんすよ。
え？椿？すっす？なんでここに？小春っす！ああ、二人ともありがとうな。いろいろと協力してくれて。はは、協力？ああ、友達がいないなんて嘘じゃないか。椿さんやすっすさんって素敵な友達がいて安心したよ。二人は大学に来ない亜美を心配して俺の病室にまで来てくれたんだよ。えへへ、亜美さんの後をつけちゃいました。亜美に聞いても教えてくれないだろうからお父さんに直接聞いたっす。そうだったのか。亜美の友達だと聞いてな。俺一人じゃ母さんと拓也をはめるのは難しいからこの作戦に協力してもらったんだ。なんだそれ。あ、だから小春っす。亜美さんに厳しくしてたのは自分とよく似て不器用な亜美さんに強くなってほしかったからなんですって。亜美さんのお兄様やお母様に負けないぐらい。それに亜美の母親や拓也が自分を利用してることには気づいてたそうなんすけど、自分が社長になって亜美に楽させるために必死に歯を食いしばって耐えてたそうっす。そうだったのか。ああ、俺には本当に金がなかったからな。亜美を大学に行かせてやるには利用されてると分かっててもあの家にしがみつくしかなかったんだ。本当にごめんな亜美。教育の仕方も間違えたと思うし、あの二人と暮らすことで亜美もたくさん辛い思いをしたよな。いや、でも最後に亜美を貶められてよかったよ。父さんの遺産で好きなことをして好きな人生を歩んでくれ。父さん天国から見てるからさ。全然全然貶められてなんかない。え、私は父さんともっと一緒にいたい。嫌われてるんじゃないかと思ってはいたが、父さんは私の誕生日を毎回祝ってくれたし、どんなに仕事が忙しくても授業参観に来てくれた。お弁当だって母さんが作ってくれたと思ってたが、あれ父さんなんだろ？作ってくれてたの。父さんには本当に感謝してるんだ。父さんにどう思われていようが、私は父さんのことが大好きだったんだよ。アミ、だから私を置いていかないでくれよ。なあ、頼むよ。父さんが生きてくれていることが私にとっての貶めなんだよ。私、父さんがいなくなったら一人ぼっちに。それは違うだろう。え？アミは一人じゃない。だから俺は安心して天国に行けるんだ。いや、私は一人。何をおっしゃってるんですか？私がいるじゃないですか。私もいるっすよ。椿、小春。頼んだよ、椿さん、小春さん。こう見えてアミは寂しがり屋だから、たくさんたくさん構ってやってくれ。たくさん貶めてやってくれ。はい、約束します。絶対絶対その約束を守るっすよ。さすが椿貶め隊の隊員さんたちだな。なぜその名前を？それを聞いて俺も結成したんだ。はあ？亜美貶め隊よ。何を言ってるんだ。亜美さんのお父様が隊長で、私と小春さんが隊員なんです。亜美を貶めるために結成したんすよ。おかしなことをしよって。亜美だけには言われたくないな。じゃあ椿隊員、小春隊員、隊長からの最後のお願いだ。はい、はいっす。亜美を幸せにしてやってくれ。亜美と一緒に幸せになってくれ。絶対絶対に約束します。任せるっすよ。頼もしいな。よし、じゃあ亜美。なんだよ。頭を貸せ。頭？愛してるぞ。死んでも俺は、ずっと俺は、亜美を貶めたいだ。父さん。じゃあ、眠くなってきたから、俺は休むよ。ありがとう。本当にありがとう。父さん。そして、父さんは静かに息を引き取った。その後、拓也と母さんは警察に捕まり、刑務所に入ることになった。あの二人は、遺産の相続をする権利を失った。父さんの会社はというと、スカット財閥。椿の家が買い取ってくれて、スカット財閥の傘下の会社となった。父さん、私、父さんが行ってから、何もやる気が起きないんだ。
どうすればいいんだろうか。こんなんじゃダメだってのは分かってる。でも隊長、今からアミさんを貶めます。だから安心するっす。は？なんだお前らは。はい隊長、わかりました。アミさんの好きな遊園地に連れて行きます。オーケーっす。引っ張ってでも連れて行くっす。おい、引っ張るな、引っ張るなって。ダメです、隊長命令なんで。そうっす、隊長命令なんすよ。アミを笑顔に貶めろって天国から命令が来たっす。なんだよそれ、おかしいだろうが。ほらほら行きますよ。それから椿と小春は毎日のように私と一緒にいてくれた。そのおかげで私は徐々に元気になれたよ。本当にあいつらには感謝だな。父さん、今まで本当にありがとうな。父さんに貶められた分、私は椿や小春、その他の大勢の人たちを貶めていくよ。そして自分を貶めていく。天国から見ててくれよな、隊長さん。おーい、はるか、父さんのビール持ってきてくれ。早く早く、もう空いちゃってるから。私も飲みたいわ。じゃあ母さんの分も頼む。わかりました、持ってきました。うーい、サンキュー。いつも助かるよ、はるかさん。そうそう、このビールがいいんだよな。はるかさんはよくわかってる。ほんとよね、いつもありがとうね。働き者の嫁が来て嬉しいわ。そんな風に言っていただきありがとうございます。料理も美味しいし、言うことなしだ。ああ、そうだ、父さんと母さん、明日もぜひうちでご飯食べてってくれよ。いいの？悪いわね。明日も？なんだよ、はるか、嫌なの？父さんや母さんと一緒に食べられるんだぜ、嬉しいだろ。嫌だなんてことないよ、嬉しいけど。でもここ最近毎日じゃない？明日もはるかさんと会えるなんて幸せ。明日のご飯は簡単なものでいいわよ。あ、そうだな、鹿児島黒豚の角煮とかでいいぞ。いいね、豚の角煮。豚の角煮結構時間かかるんだけどな。明日も来るのか。はあ、私ははるか、25歳の専業主婦。私たちは新婚なんだが、こんな風に頻繁に旦那の拓也が義両親を誘ってうちに食べに来る。最初の方は良かったんだけど、あまりにも頻繁だし、ご飯もいろいろと要求するようになってきたんだよね。アミ、結婚ってさ、思ったよりいいものじゃなかったよ。もっとキラキラしてるものだと思ってたのに。そうだな、結婚は人生の墓場とも言うものな。慰める気ゼロじゃん、びっくりだよ。元より慰めるつもりなどない。あなたね。私はあの男、拓也はやめておけと言っていたはずだ。確かに、アミは大反対だったわね。はるかはもっと高望みしていいんだよ。お前は自分が思ってるよりずっと優秀だ。そんなことないよ。でもさ、結婚ってきっとみんなこんなものなんじゃないの？それは違う。私が正しい結婚のあり方を見せてやる。正しい結婚？いいからついてこい。正しい結婚を知ると目から鱗が出るぞ。この子はアミ、私の大学時代の同級生だ。めっちゃくちゃズバズバ言うこの子は一見厳しい人に見える。だが誰よりも人のことを思い、人のことを考えられる人なんだ。だから私は何かあるとアミに必ず相談している。そんなアミは私をどこに連れて行くつもりなんだろう。椿さん、なんでこんなところ来たんすか？それはもちろん、アミさんに呼ばれたからです。今日は何して貶めてくれるんでしょうかね。ワクワク。もう貶められるのは椿さんの当たり前の日常になってるんすね。昨日はワクワクして寝られなかったくらいなんですから。椿さん、遠足前の幼稚園児っすか？あれは確か、アミと仲のいい椿ちゃんと小春ちゃん？いかにも。今からあいつらのところに行ってくる。
私たちの姿をそこから見てろ。そこから学ぶものが何かあるはずだ。はあ、そろそろいらっしゃる頃ですかね。落としめるって言われてるのに楽しそうに待ってるなんて、この世で椿さんぐらいっすよ。ははは、椿を落としめて3000里、私が今日も貴様を落としめに来てやったぞ。来ました、来ましたよ、亜美さんが。母を訪ねて3000里みたいに言うんじゃないっす。黙れ、ちょっちゅ。すっすっす、具志堅用高さんみたいになってるじゃないっすか。ん？いや、小春っす。やかましいのは無視して、今日の落とし目を発表する。それでは、今日の落とし目は、これだ！これは、箱ですか？そうだ、箱だ。この箱、何が入ってるんすか？はっはっは、言うわけないだろう。それが今回の、落とし目の本題だからだ。落とし目の、本題？そう、今日の落とし目は、箱の中身は何だろうなゲーム。箱の中身は何だろうなゲーム。そう、みんなも知っての通りの有名なゲーム。箱の中身を手の感触だけで当てるゲームだ。椿さん、ダメっす。亜美のことだからろくなものを入れてないはずっす。嬉しいです。え、うちはお父様が厳しくて、よくわからないものに触ってはならないと小さい頃から厳しく言われていたので、やったことないんですよね。でもずっとやりたかったんです。椿さん、それは普通の教育っすよ。では制限時間は3分、始め。これはもさもさしてる。なんでしょう、全然見当もつきません。あっ、椿さん、どうしたっすか。何かに捕まれました。捕まれた？やっぱりやめるっす、危険っすよ。大丈夫です、私こう見えても何でも触れるんですよ。虫さんとかも。そういう問題じゃ。何でしょうか。椿さん、ストップ。すっす、人は好奇心にはかなわない。もう椿は好奇心の虜だ。帰ってきてください、椿さん。私は何を見させられているんだろうか。カップ、あいつ亀なんて言ってないのに。今度は何すか。何かに噛まれました。噛まれた？本当に何を入れてるんすか。さあ、3分経ったぞ、正解を聞こうじゃないか。猫さん？まあ、正解でいいだろう。本当に猫が？開けてみますね。にゃー。うわー！なんでスモモが入ってるんすか？バイト、これ正解の景品。これは、私が欲しいって言ってた限定品のぬいぐるみ？もしかして、亜美さん、私のために？こんな茶番やってられねえ。テレビ会ぐらいのやらせ。椿の答えに合わせて演技しろなんて指示やべえ。いいだろ、ビスコ10個やったんだから。スモモも腐っちまったます。ほら、スッスのも。お、ありがとうっす。でもおこはる、椿、スモモは虫じゃねえます。ごめんなさい、スモモさん。残念無念、また来週。そこの姉ちゃんはスモモたちみたいに汚れちゃダメます。あ、でも亜美の落とし目がこれだけで終わるはず。もちろん、見ろ、スモモに噛まれた時の椿の驚いた表情をこうしてカメラに収めた。なあ、これを拡散して椿を落としめてやる。さらばだ。亜美さん、本当に嬉しいです。ありがとうございます。待つさ、亜美。待たせたな、はるか。何だったの、あれは。あれが私の落とし目。目から鱗が出たろう。うん、わけわかんなすぎて目から鱗が出た。まあ、さすがに拡散はかわいそうだからやめておこう。しばらく待ち受けにするぐらいにしておくかな。でもこれでわかったろう、落とし目も結婚もこうじゃなきゃいけないって。
おとしめと結婚には通ずるところがあるんだよ。うん、全然よくわからない。では説明してやる。結婚も箱の中身は何だろうなのように、箱を開けてみないとどうなるかわからない。ただどうなるかわからないが、互いを幸せにする努力をするべきだ。そうでないと本当に結婚が墓場になる。どちらかが相手を幸せにするのではなく、互いが幸せにするんだ。互いが幸せに。今はるかは我慢に我慢を重ねてるんだろう。このままじゃ状況はさらに悪化する。それを優秀なお前なら分かってるんじゃないのか。金銭的にも辛いし、さすがにこんなに頻繁にはやめて。そう言ってるんだけど聞いてくれないんだよね。だからもう半分諦めてるのよね。はるか、人間、自分が同じ状況にならないとわからないものだ。旦那を同じ目に合わせてやればいいんじゃないのか。同じ目に？ああ、目には目を、歯には歯をだ。それで相手の反応を見てみろ。何か変わるかもしれない。それはありかも。そして、その数日後。来週もお母さんたち来るから、カニ食べたいって言ってたから頼むな。ごめん、来週は無理。は？何言ってるんだ。私の両親がうちに遊びに来たいって言ってるの。しばらく続けてくるから。は？うちの両親はまだうちに来たことないし、いいでしょ。俺の両親はどうするんだよ。どうするって、また違う日に来てもらえばいいじゃない。ふざけるな。俺の両親が優先に決まってるだろ。お前はうちの家に嫁いだんだぞ。俺と俺の両親のことを最優先に考えるべきだ。何それ。とにかく遥かの両親は絶対に呼ぶな。嫌なら出てけ。そうか、そういう考えだったのか。だから今まで聞く耳を持ってくれなかったのか。アミの言う通り、状況が本当に変わったよ。悪い方向にだけど。はるか、お前が出てくなんて無理だろ。お前はただの専業主婦、金もないし何も能力ないもんな。ほら、さっさと謝罪してカニの手配を。わかった、そこまで言うなら出てくよ。は？出てくだと？うん。やめとけって。ホームレスになるのがオチだぞ。ホームレスになんてならないから。私は一人でも生きていける。むしろ一人で生きていけないのはあなただと思うけど。なんだと？ふざけたことを抜かしやがって。もう勝手にしろ。出てくけどきっと後悔するよ。後悔なんてするわけないだろ。アホなこと言ってるんじゃねえ。今のは本当にムカついた。二度と俺の前に顔を出すな。その言葉忘れないからね。おう、一生忘れんじゃねえよ。わかった、一生忘れない。あなたも自分の言ったこと一生忘れないでね。じゃあさようなら。そして翌週。よし、カニの準備 OK っと。お邪魔します。タクヤ来たぞ。ああ、二人ともいらっしゃい。本当にはるかさんは出て行ったの？そうなんだよ。たく、とんだダメ嫁だな。だろ。でも、もうあんな奴のことどうでもいいんだけどさ。さ、早くカニ食おうぜ。ええー。ああ、楽しみ。カニカニカニ。で、このカニなんだ。は？父さん、どうかした？うわ、この産地のものは食べたくないわね。私ここの人たち苦手だし。何言ってるんだよ。別に産地なんかどこも変わらないだろう。変わるわよ。これは食べたくないわ。いろいろと嫌な成分入ってそうだし。違うの買ってきて。その間ビールでも飲んでおくか。で、なんでこのメーカーのビールなんだ。へえ、いつもと違うっけ。全然違う。こんなの飲めるか。いつものメーカーのビールも買ってきてくれ。二人とも本気で言ってるのか。当たり前でしょ。早く用意してよ。早く早くしろ。ちょっとわがまますぎないか。わがまま？何言ってるの。
はるかさんはこれぐらいのことできてたわよ。ああ、俺たちの好みに何にも言わなくても合わせてくれてたな。あいつ、そんなことしてたのか。なんだ、拓也ははるかさん以下なのか。わかったよ、買ってくるよ。買ってくればいいんだろ。拓也、今頃大変な目に遭ってるだろうな。お父さんとお母さん、めっちゃくちゃわがままだから。こだわりもかなり強いし。私は昔、花ヶ崎家って名家に執事として仕えてたから、あれぐらいのわがままは、どうってことないんだよね。花ヶ崎家の人たちの方が、数倍ひどかったから。それに、結婚前にとことん、あの人たちの好みとか調べてたから、特に何か言われることもなかった。拓也はきっと、答えてるだろうな。なんだこれ、しょっぱすぎる。ねえ、違うメーカーの醤油がいい。違うの買ってきてくれよ。うわあ、もういい加減にしてくれ。はあ、もう無理だよ父さん、母さん、うちに来ないでくれ。親にそんな態度を取るのか。拓也、いつからそんな偉くなったの。今の会社、俺のコネで入ったんだよな。辞めさせてもいいんだぞ。それは困る。俺に盾作ってのはそういうことだ。拓也、お父さんに謝るなら今のうちだと思うけど。さあ、どうするの。ごめんなさい、俺が悪かったよ。これからも来てくれ。そこまで言うなら来てやるよ。そうね、そうしてあげようかしら。明日は石垣牛が食べたいわ。その翌日。悪かった、本当に俺が悪かった、許してくれ。二度と顔を見せるなって言ったくせに、あなたから顔を出してくるとはね。俺の両親があんなにぶっ飛んだ奴らだとは知らなかったんだ。わがままでまるで子供だよ。もう無理、面倒見きれない。大丈夫、あなたもその遺伝子をしっかり受け継いでるわよ。ね、とにかくお願いだ、戻ってきてくれ。俺にはあの両親をうまく扱うことはできない。お願いだよ、はるか。いやよ、絶対に戻らない。もうあなたの両親の世話なんてしたくないし、あなたと一緒に暮らすのもうんざり。そんなこと言わないでくれよ。俺ははるかと暮らしたいんだ。夫婦ってお互いが一緒にいたいと思うから夫婦でしょ。私はあなたと一緒にいたいとは思わない。ちょうどいいや、これ。これは離婚届。おい、冗談だろ。冗談なんかじゃないわ。すぐに提出してね。じゃあさようなら。ちょっと待ってくれ、はるか。その後、私は拓也と離婚。あれからも義両親に苦しめられた拓也は借金を重ね、自己破産することになったとか。そりゃそうだよね。あんな高級な食べ物ばかり毎日食べてたらそうなるよ。私が昔のコネを使って安く仕入れてたから今まではなんとかなってたけど。ちなみに拓也の両親は、拓也が自己破産した後は自分たちで高級食材を仕入れて自己破産することになったそう。本当にとんでもない遺伝子だよね。はぁ、やっと解放された。私に結婚はまだ早かったのかな。貴様は自分が思うより優秀だ。この先また結婚をしようが仕事をしようがきっとうまくいく。だから安心して次の恋をしろ。いや、今回うまくいかなかったけど。失敗は成功のマザー。きっとはるかは次は同じ失敗をしない。はるかを貶めようとする、そんな男性に会えるはずだ。大丈夫、私が品定めもしてやるから。アミに品定めをしてもらえるなら安心だね。今度はアミの言うことしっかり聞くよ。これからはもっともっと自分のことを貶めていけ。私も応援してるぞ。ありがとう、アミ。ああ、私の結婚は失敗だったか。あの時アミに言われたように結婚やめておけばよかったな。でもアミの言う通り、今回の失敗で学べた気がする。
我慢して我慢して、自分を苦しめてまでその環境に身を置くべきではないって今思うと、仕事もそうだったな。これからは自分を貶める、幸せにできるよう自分の幸せを考えて行動していこう。お姉さま、いい加減無断駐車をやめてください。本当に警察に相談しますよ。警察に相談ね。警察に行ったところで無駄よ。無駄とはどういうことですか？何をしても無駄無駄無駄なのよ。お父様が全部裏から手を回してくれるから。お父様が妾の子である私に弱いのは分かってるでしょ。もう諦めなさい。そんな、よいしょよいしょ。椿、落とし目に来たぞ。って何をしてるんだ椿、どうして荷造りなんか。あ、アミさんごきげんよう。アミ、椿さん急遽転勤が決まったみたいなんすよ。はあ？そうなんです、急に東京に行ってくれと言われまして、そちらで暮らすことになったんです。アミさんには今日お伝えしようと思ってたんです。小春、つねってくれ。小春じゃないっす、すっすっす。あ、いや、小春で大丈夫っす。ほら、つねってやるっすよ。いった、夢じゃない。私もつねってもらっていいっすか。椿さんが転勤とか言い出すし、アミが小春って言うし、夢なのかも。ほら。痛い、夢じゃないっすね。そんな、私もとても寂しいです、お二人と離れるのは。でも東京と埼玉です、すぐに会えますよ。お泊まりにたくさんいらしてください。こうなったら365日泊まりに行ってやる。アミ、それじゃあただの同棲っす。気持ちはわかりますけど。そして翌日、椿はここ埼玉県噂町から旅立っていった。私は亜美、椿を貶としめんとするものだ。椿は天下の加算の印財閥のお嬢様、今は大企業勤め。学生時代から成績優秀で容姿端麗、運動神経もよく日の打ちどころがない人間だ。そんなやつムカつくだろ。だから私は日々あらゆる手を使って貶としめようとしてきた。そんな当たり前の日常が突然消えてしまった。これから私はどうやって生きていけばいいのだろうか。そして2週間後。ポケー。あれ、ファミちゃんがいるよ。ぼーっとしてるね。いいおもちゃ発見。なあ、アミの口にポップコーン入れるゲームしようぜ。よーし、に頑張っちゃうよ。美味しいポップコーン食べさせてあげて元気にする。私負けないから一番多く入れてみせる。ポケー。数十分後。秋田マイス、スママの家でリアルおままごとしようぜ。行く。全く反応しなかったね。空っぽだ。私は空っぽになってしまった。すごい鳩の量だな。どうしたんだろう。って、うわぁ、アミさん、ちょっと、なんで鳩に埋もれてるのさ。ああ、うわ、なんでポップコーンが。知らないよ。ほら、鳩、シシ、あっちに行って。はぁ、一体全体どうしたのさ。なんでもない。もしかして、椿さんが転勤して東京に行っちゃったから、そんなに元気ないの。なんでそれを。兄ちゃんが引っ越し手伝ってたからだよ。ああ、レオンさん来てくれたんですね。だって椿が来てくれなきゃ泣くってリネするから。もう寝るところだったのに。え、どうしたの。ごめんなさい、私今日引っ越さなきゃなんですけど、引っ越し屋さんに頼むのを忘れてて。お、レオンさんお願いします、手伝ってください。ジーヤに隠れて買ったとっておきのうまい棒をあげるんで。お、おー、あ、
レオンさんが来たらほっとして眠くなっちゃいました。おやすみなさい。ちょっとツバキ、人が寝てるんですから静かにしてください。あっちょんぶりけ、俺これ一人でやらなきゃいけないの。守る、助けて。そうか、やっぱりツバキさんが原因か。そんなに寂しいなら遊びに行けばいいじゃん。引っ越したてだし、新しい職場だし、落ち着いてから行かないと迷惑だろう。いつも貶めるとか言っていきなり突如してるくせに、そういう常識はあるんだね。でももう2週間経ってるから大丈夫だって。よかったら今から一緒に行く？そっちの方に用事あるからついでに車に乗せてくよ。いや、守る、お前に迷惑をかけるわけには。全然迷惑だなんて思ってない。いや、アミさんがいない。早く行くぞ守る、もたもたするな。って、いつの間に車に乗ってたの？そんなに会いたかったんだね。じゃあ行こうか。めんどくさいけど行ってやる。兄ちゃんみたいになってるから。そして私は椿の家へ守ると一緒に向かうことに。いきなり行って迷惑じゃないだろうか。もしかしてもう私のことなんて忘れてたりして。たった2週間しか経ってないが、以前は毎日会ってたからな。不安だ。絶対に大丈夫だよ。椿さんは亜美さんのことを忘れてないし、いきなり来ても迷惑がったりしないって。なんでそれを私の心の中を読んだのか。いや、口に出てたよ、ダダ漏れだったから。でも案外可愛いところあるんだね、亜美さん。可愛いだと？私は可愛くない、ちっとも可愛くない。可愛いと思うけどな。くー、こいつといると調子が狂う。また口に出てるよ。今のは出したんだ。無駄口叩いてないで運転に集中しろ。はーい。1時間後、椿の家の前に着いた。ここが椿の家か。いい家だ。確かこの家、投資して増やした自分のお金で買ったとか言ってたな。さすが椿だ。あ？椿さんの声がする。なんで来たんですか？来ないでくださいって言ったじゃないですか。ああ、やっぱり来てほしくなかったのか。いや、俺たちに言ったんじゃないよ、あの人に言ったんだと思う。あ？誰だあいつは。さあ。ちょっとお姉ちゃんが来てるんだからもっと歓迎してよ。それとも私がお父様の妾の子だからって拒絶してるわけ？そんなんじゃないです。私の駐車場に無断駐車されるのが嫌なんです。こっちに越してから毎日のように止めてるじゃないですか。だってここ使いやすいのよ、彼氏の家から近くてさ。いいじゃん、駐車場なんて減るもんじゃあるまいし。減りはしませんが、私が止められないじゃないですか。だから何？それぐらい別にいいでしょ、私はかわいそうな妾の子なんだから。じゃあ彼氏の家に行ってくるから車よろしく。高級車だから傷つけたら許さないからね。ちょっと待ってください。椿、こんにちは。亜美さん、守さん、どうしてここに？あ、いや、そのちょっとこっちの方に用事があってね。それで近くを通ったから寄ったんだ。もしかしてデートですか？違う、断じて違うぞ。そんなに否定しなくても。それよりもしかしてさっきの話聞いてました？すまん、盗み聞きするつもりはなかったんだが、椿、姉がいたんだな。はい、お姉様と私は腹違いの姉妹なんです。最近知ったんですけどね、引っ越してからお姉様の家が近くなってあんな風に無断駐車されるようになったんです。それだけじゃなく、勝手に家に入られて物を持ってかれることも。椿の父親は何も言ってくれないのか？お父様に相談してもお姉様に負い目があるようで、むしろお姉様の肩を持つんです。この前お姉様がこんな風に言ってたんですよね。
お姉様、いい加減無断駐車をやめてください。本当に警察に相談しますよ。警察に相談ね。警察に行ったところで無駄よ。無駄とはどういうことですか？何をしても無駄無駄無駄なのよ。お父様が全部裏から手を回してくれるから。お父様が妾の子である私に弱いのは分かってるでしょ。もう諦めなさい。そんな、警察に相談したんですけど本当に相手にしてもらえなかったんです。そうか、それはひどいな。ごめんなさい、こんな話、久しぶりに会ったのに。いや、いいんだ。私は椿を貶めんとするもの。椿のことは知っておきたい。ありがとうございます、アミさん。私が何とかしてやろう。あ、もちろん俺も手伝うよ。離れていても椿が貶めるべき対象であることには変わらない。覚悟しろ椿。アミさん、やっといつものアミさんに戻ったね。よし、守る。帰って作戦会議だ。あ、わかった。椿、すぐにどうにかする。待ってろ。何か考えはあるの？もちろんだ。あいつらに連絡を取る。あいつら？あの噂町の慈善団体だよ。ああ、あの人たちか。俺はあっちに連絡取っておこうかな。というか、守る。あ？何？どこに向かってるんだ？は？どこって噂町だけど。東京に仕事の用事があったんじゃ。ああ、あれ、やっぱり勘違いだったみたい。お前。それより、作戦のこと、詳しく聞かせてよ。こいつ、私のために、大きな借りを作ってしまったな。この借りはいつか返すぞ、守る。そして翌日。今日も駐車させてもらおうっと。あれ？シャッターがついてる？こんなシャッター今までなかったのに。椿のやつ許せない。こんなのこうしてやる。どうせ壊したって私は逮捕されないんだから。うーりゃ、よし、壊れたっと。おいおいおい、うちに何してくれてんだ？はあ？うち？何言ってんの？ここは私の妹の家よ。そこを見てみろや。え？売却済み？ああ、俺たちは加算の院椿ってやつから車庫ごと家を買い取ったんだ。は、はい？つまりこれは俺たちの家ってこと。よくも俺たちの家にこんなことしてくれたな。あいつ、いつの間に売ってたの？え、どうするんだ。損害賠償は払ってもらえるんだろうな。はあ？損害賠償なんて払うわけないでしょ。これぐらいのこと、お父様の力を使えばもみ消せるのよ。うちのお父様、警察にだって顔が利くんだから。お前のお父様ってのはあいつか。あ？煙突を見てみろよ。下ろして、下ろしてくれー。黙れ、てめえが一番悪いんだ。一生そこで反省してるわ。なんでお父様があんなことに？こんなことしてただで済むと思ってるの？あんたら警察に捕まるわよ。俺たちが警察なんかにビビるかよ。俺たちは泣く子も黙るヤクザだからな。なんですって？ヤクザ？でもヤクザなら警察が何とかしてくれるはず。こんにちは。あ、おまわりさん、いいところに。こいつらを捕まえて。残念だったな。俺たちは噂町の警察。ここは管轄外だから仕事はしねえ。それに加算の院財閥とつながってた警察の上層部の奴らは俺らが捕まえちまったぞ。なあ、サトル。なんですって？はい。別にここにいる噂組とつながりがあるわけではないんだからね。余計なことを言うんじゃねえ、サトル。罪をしっかり償いやがれ。じゃあ行くか。わかりました、総一郎さん。ちょっと待ちなさいってば。
さーて、お前を守るものはなくなったぜ。これからヤクザのきっついお説教だ。泣いても勘弁しないから覚悟しやがれ。その後、椿の姉は噂組に家の前で散々説教され、3リットルぐらいの涙を流したそう。さらにそれを彼氏に見られて振られたとか、本当に反省したのかは知らないが、噂組に借金をして慰謝料を椿に払うことになった。今頼れるものを失った椿の姉は借金を返すため昼夜問わず働いているそうだ。そして今、私たちは椿の家の引っ越しの手伝いに来ている。売ったはいいものの、部屋の中のものはそのままだったんだよな。さらにすごい事実も発覚した。アミさん、本当にありがとうございました。マモルさんにも後でお礼を伝えないと。礼などいらない。私は息を吸うのと同じように貶める。ただの生命活動だ。でもまさか転勤じゃなくてただの出張だったとはな。本当っすよ椿さん。私ったら早とちりしちゃいました。ごめんなさい。まったく。次はこの部屋を片付けるか。ちょっと待ってください。その部屋はダメです。あ？うわ、どうしたっすか。見ないでください。すごい写真の量だな。こうやって写真を貼っておけば寂しくないと思って貼ったんです。でもやっぱり寂しかったですって引きましたよね。引いてないっすよ。アミの部屋もこんなもんですし。いや、もっとひどいっすよね。なんで私の部屋を知ってるんだ。この前遊びに行ったらアミいなかったんすよね。そしたらアミのお母さんがこの部屋でも見学していってって通してくれたっす。あいつ一緒だったんですね。嬉しいです。まあこうして椿を貶めて笑顔を取り戻せたし、椿が噂町に戻ってくるし、よしとしよう。そうだ、でもまだあれが残ってた。アミさん、どうしたの。こんなところに呼び出して。借りを返させろ。あ、この前の借りだ。ああ、そんなのいいんだよ。椿さんは俺にとっても友達だし。いいから返させろ。私が嫌なんだ。もう強情だな、アミさんは。あ、じゃあさ、アミさん、今から服を買いに行くの付き合って。は？ちょうど冬服買いに行こうとしてたんだよね。アミさん服のセンスあるし選んでよ。そんなのでいいのか。ほら行くよ。2時間後。いやー、アミさんのおかげでいい服買えたよ。ありがとう。うむ、これで本当にいいのか。はい、これ俺。は？たい焼き食べたそうに見てたから。いや、またそしたら借りを作ってしまう。これは俺が食べて欲しくて買ったんだからいいの。借りとか思わないで。まあもらっておこう。うまいな。よかった。ああ、めっちゃうまい。幸せだ。あ、はあ、落としてしまった。ああ、もっと食べたかったのに。ほら、俺の食べなよ。あ？いいからいいから。えい！ふん！貴様！は？関節キス。ああ！嫌だった？ごめん、俺、つい。嫌じゃないけど。でも、こういうのは、好き同士が。あ、いや、守のことが嫌いなわけではないんだが。やっぱりアミさんは可愛いね。からかうな。本当のことを言っただけだって。青春っすね。すね。お前も食らえ。ねえ、守る、次はあれ乗りたい。あれ兄ちゃん、
遊園地のキャラクターに乗っちゃダメだから。おう、でも椿は乗ろうとしてるよ。え？よいしょよいしょ。椿、何をしてるんだ。え？乗っちゃダメなんですか？レオンさんが乗っていいって言ってたのに。レオンさんの嘘つき。もう私レオンさんに乗ります。う、嫌だよ、重そうだし。あー、レオンさんのバッグバッグ。いた、痛いよ、守る、助けて。知らないよ、兄ちゃんが全面的に悪いでしょ。守る、私たちは飲み物でも買いに行こう。そうですね、私はアミ、椿を貶としめんとするものだ。なぜか今日椿とレオン、守ると遊園地に遊びに来ている。なぜこうなったかというと、なんで私が貴様らと一緒に遊びに行かないといけないんだ。まあまあまあ、たまにはいいじゃないですか、アミさん。私楽しみですよ、このメンバーで遊ぶの。ごめんなさい、兄ちゃんのわがままに付き合ってもらっちゃって。兄ちゃん、ほら、二人にお礼言わないと。ありがとね。俺どうしてもダブルデートしたくなっちゃってさ。ああ、どうしてもダブルデートしたくなるってなんだよ。どうせ何もデートのプランとかは考えてないんでしょ。代わりに俺が考えてきたから、遊園地に行こう、チケットはあるよ。やったー、遊園地行きたいです。ねえアミさん、ジェットコースター乗りましょう。遊園地か、ジェットコースターにお化け屋敷。いや、お化け屋敷はやめておくが、普段見れない椿の表情が見れる。じゃなくて、とことん貶められるからな。悪くない。おお、めんどくせえ、行かないよ。え？ちゃんと俺ダブルデートの用意してきたから。おい、じゃあデレコと守るでもって。アミだって、これは名は？よし、じゃあやろっか。椿、最初俺からでいい？はい。ほら、早く縄を回してよ。まさか兄ちゃん、ダブルダッチやろうとしてないよね？何言ってんの、ダブルデートだよ。2本の縄を使って飛ぶ縄跳びだもん。ダブルダッチだな。私スカートだし縄跳びは。遊園地に行くか、せっかく遊園地のチケットを用意してもらったことだしな。そうですね。ちょっと待ってよ、みんな、なんでダブルデートしてくれないのさ。ということで遊園地に来ることになったわけだ。守る、ここは私が払おう。え、悪いですよ、俺が払います。遊園地のチケット代払ってもらっただろ。でも。いいから。じゃあお言葉に甘えて、ありがとうございます。何がおかしい？アミさんって貶めるとか変なこと言うけど、本当はとっても気遣いができる人ですよね。別にそんなことない、普通だろ。俺はそう思いますし、素敵だと思いますよ。何を言ってるんだ。こいつといると調子が狂うんだよな。とりあえず飲み物を買おうって。あ、どうかしましたか？またやられた。またやられた？なんでもない。いや、今のはなんでもない感じじゃなかったでしょう。何があったんですか？言うしかないか、ジュース代を払えないんだしな。すまない、ジュースを買えない、お金がないんだ。もしかして盗まれたとか？大変だ、警察に行きましょう。犯人はわかってる。え、一体誰なんですか？それは私の義姉だよ。アミさんのお姉さん。ああ、毎回私の財布から金を抜くんだ。何ですかそれ。ただいま。あ、あ、なんだ姉さんか、来てたんだな。そうそう、お邪魔してます。今たかし、アミちゃんのお兄さんは買い物に行ってる。そうか。あ、その手に持ってるのは私の財布？ああ、これアミちゃんのなんだ。ダメだよ、こんなところに置いてたら家でも不用心でしょ。そうだな、最近はカードを使うことが多くて財布を忘れることも増えて、つい。はい、アミちゃん、財布ありがとう。その日の夜、
そうだ、明日椿と食べに行くって約束した店、確か現金の支払いのみだったな。財布に現金はこの前1万円下ろしたからあるはずだよな。あ、あれない。下ろしたつもりが下ろせてなかったか。数日後。やっほー、遊びに来たよ。ああ、姉さん。あのさ、お願いがあるんだけど。なんだ。これ直してもらえない？イヤホンが絡まっちゃって。わかった、ありがとう。アミちゃん、これは時間がかかりそうだな。私はちょっとトイレに行ってくるね。ああ。数分後。思ったより早く溶けた。姉さん、溶けたぞ。ってあれ、いない？姉さんどこに行ったんだろう。ああ、私の部屋から物音がする。ああ、アミちゃんのお財布あったあった。ちゃ、今日は5000円か。まあないよりいいよね。ほーら、いっと。姉さん、私の部屋で何してるんだ。え、アミちゃん、ごめん、トイレに行こうとしたら迷っちゃって。そうか。イヤホンは溶けた？ああ、この通りだ。ああ、早い。さすがアミちゃん、ありがとうね。それから私の財布からは、姉さんが来るたびお金がなくなるようになったんだ。え、分かってるのにどうして注意しないんですか？注意はしたさ。じゃあ私は帰るね。姉さん。ん？なあに、アミちゃん。お金返してくれないか？は？前に私のお金を取ったのも姉さんなんだろ。はあ？何言ってるの？社長令嬢である私があなたのお金なんて取るわけないでしょ。実はさっき見てしまったんだ。アミちゃんの見間違いでしょ。これ以上言うならお父さんに言って、あんたのお兄さんクビにしてもいいけど。それは知ってるわよね。私のお父さんが私に激ヤマなの。ああ、もしこれ以上そんなこと言ったり、タカシにチクったりしたら、その瞬間アミちゃんに泥棒呼ばわりされたってお父さんに言うから。そしたらあんたのお兄さんは終わりよ。わかった、これ以上は言わない。わかればいいのよ。実は姉さんは兄さんの会社の社長の娘でもあってな、機嫌を損ねるわけにはいかない。下手したら兄さんに被害が及ぶかもしれないんだ。兄さん、今の職場がとても好きだからな。社長のことも大恩人だといつも言ってるんだ。娘には甘いが、とても面倒見のいい人で、兄さんはその人に助けてもらってここまで来たんだよ。そんな人に首を告げられたら兄さんはどうなってしまうか。私が我慢すれば丸く収まる。兄さんに嫌な思いをさせたくないんだ。そのためにアミさんが犠牲になってるってことですか？そんなのダメだよ。そうですよ、アミさん。何してるんだ貴様らは。キャラクターに乗れなかったんで、レオンさんで我慢してるんです。重くて首のところが痛いんだよ。レオンさん、目！アミさん、いつも言ってるじゃないですか、誰かの犠牲で成り立つ落とし目は本当の落とし目じゃないって。通訳すると、誰かの犠牲で成り立つ幸せは幸せではないってことかな。そういうことだと思います。アミさん、人にはそういうのにすぐ自分をないがしろにしようとしますよね。そうそう、ナイアガラにしようとするよ、デレコは。レオンさん、目！おお、今のはなんで？とにかくことを大きくしたくないんだ。放っておいてくれ。あのさ、こっちからアクションを起こすんじゃなくて、自滅するならどうですか？あ？アミさんは何もせず、それで向こうが勝手に罰が当たる分にはお兄さんがクビになったりしませんよね。それはそうだが、そんなことできるはずないだろう。できるならやってもいいですか？ああ、できるならな。おお、マモルがなんかいやらしいこと企んでる。マモルさん、目！いや、いやらしいことは考えてないよ。でもいいことを思いついたから、兄ちゃんも椿さんも協力してくれる？おお、めんどくせえ、しよっか。もちろんさせていただきます。本当にそんなことできるのか？神様でもあるまいし、罰を与えるなんて
アミさんを守るためなら神にでもなりますよ。なんちゃって。守る。一体何をするというのだろうか。守るのやつ。その数日後。アミちゃん最近私を警戒してか。あんまり財布にお金入れてないのよね。困っちゃうわ。クレジットカードでも入ってればいいんだけど、カードはいつもないし。って、あれれれれれ、発見！大発見！クレジットカードあるじゃない。しかもご丁寧にクレジットカードの暗証番号も書いてあるし、よっしゃー、これで久しぶりに合流しちゃおっと。これとこれとこれください。結構な金額になるけど大丈夫か？このカードでお願い。かしこまりました。こんなにブランド品買えるなんて幸せ。次は高級レストランに行っちゃおっと。その後はエステね。そして数日後、シャンパン持ってきて。おいおい、こういうしすぎじゃないか。いいのよ、臨時収入が入ったから。だとしてももう少し節約を。なに？文句があるなら帰りなさいよ。わかったよ、俺はもう帰る。はっ、ノリが悪いやつ。もう少しノリがいいやつと結婚すればよかったわ。もういいや、お会計しちゃおっと。すみません、お会計カードでお願い。かしこまりました。あー、美味しかった。お客様、申し訳ありません、このカードを使えないようです。え？マジ？まずったわ。限度額まで使っちゃったか。まあ、アミちゃんから取ってた分のお金があるし、今日くらいは払えるわね。現金でお願い。かしこまりました。このクレジットカードはアミちゃんに返すか。アミちゃんに電話しよっと。もしもーし、アミちゃん？なんだ？クレジットカード借りてたの気づいてた？明日返すね。何を言っている？私のクレジットカードは財布にあるぞ。あー、アミちゃん気づいてなかったんだ。財布見てみなよ、ないから。いや、今手にクレジットカードを持ってる。はい？何言ってるの？そんなわけないでしょ。私がアミちゃんの財布から抜いたんだから。よくわからないが、私は切るぞ。とにかく明日返すから。そして翌日。はい、アミちゃん、クレジットカード。あ、名前見てみなさいよ。アミちゃんの名前書いてあるでしょ。いや、姉さんの名前が書いてあるぞ。え？ほら見てみろ。そんなわけって、え、なんで、どうして、なんで私の名前が。さあ、 おかしいわよ。だってこのクレジットカード、アミちゃんの財布から抜き取ったはずなのに。これって私、自分のカードでずっとお金を払ってたってこと？そうなるだろうな。まずい、お父さんにバレたら。でもなんで、クレジットカードは使いすぎてお父さんに取り上げられてるはずなのに。やばいやばい、お父さんにバレたら感動される。一体どういうことだ。うまくいったみたいでよかったです。このシールを貼って姉さんのクレジットカードを私のカードに見せかけたのはわかる。ただおかしくないか。なぜ父親の元にあるはずの姉さんのクレジットカードが。それはね、マモルがクッキングして再発行してもらったんだよ。それで椿の家にクレジットカードが届くように。わー、すごい、マモルさん、お料理できるんですね。クッキング？ハッキングか。さあね、まあそういうことです。ちなみにアミさんのお姉さん、調べてみたら前は父親に甘やかされてたみたいですけど、浪費癖がさすがにひどすぎて、これ以上無駄遣いするなら感動すると言われて、財布や口座を父親に管理されてたそうです。だからお金欲しさにアミさんの財布からお金を抜き取ってたみたいですよ。そうだったのか。じゃあ兄がクビになることも。はい、もちろんありません。よかった、ありがとう。みんなすごいな、マモル、本当に神みたいなことをしてくれた。大げさですよ。でもアミさんのお役に立ててよかったです。その後姉さんはというと、クレジットカードを利用すると父親にメールが届く設定になっていたようで、カードを使ったことがバレてしまい。もうお前など知らん、出て行け。
お父さん違うの、私は使うつもりはなかったの。うぐもりグループの副社長、うぐもり守くんから聞いたぞ。アミさんのクレジットカードだと思い使い込んでたそうだな。しかもわしの名前を使ってアミさんを脅し、財布から金を盗んでいたそうじゃないか。あ、いや、その…本当に最低だな。そんなことするようなやつだと思ってなかった。う、たかし、あなたは私のこと見捨てたりしないわよね。ほら。何？ハンカチを渡してくれるの？涙を拭ってよく見ろ。離婚届？そんな、私を見捨てるの？ああ、妹をあんな目に遭わせたやつとは婚姻関係は続けられない。ちょっとそんなこと言わないでよ。お願い許して。家にあるブランド品を売ってアミさんへの慰謝料にする。それでいいよな。こうして姉さんは父親に感動され、さらに兄さんに離婚されることに。姉さんに残ったのはクレジットカードの支払いだけ。もちろん払えず、今はクレジットカード会社のブラックリスト入りし、多額の借金を背負って途方に暮れているとか。自業自得でしかないんだ。お礼をするとは言ったが、なんで遊園地なんだ。この前最後まで楽しめなかったでしょ。嫌でした？嫌ではないが、というか椿とレオンは、二人は休養ができたとか言ってましたよ。そうか。ねえ椿、俺たちも行こうよ。用なんてないでしょ。レオンさん、ね、私たちは私たちで楽しみますよ。おー、俺守ると一緒が。私と一緒じゃ楽しくないとでも言うんですか？いいよ。はい、じゃあレッツゴーです。おー、めんどくせえ、行こっか。じゃあお化け屋敷にでも行きますか？いや、お化け屋敷は。あれ、怖いんですか？怖くなんてない。私は大好きだぞ、お化け屋敷。じゃあ行きましょうよ。すまない。やっぱり怖いんじゃないですか。いいですよ、そのまま捕まっててください。本当にこいつといると調子が狂う。何なんだ。ああ、よくわからん。こういう時は椿のことを考えよう。よし、これで大丈夫。これからも私は椿を貶めていくぞ。